フロリアン・クリスティアン・ノイハウスは、ドイツ・バイエルン州ランツベルク・アムレフィ出身のサッカー選手。ドイツ代表、ボルシア・メンヒエングラートバッハ所属。ポジションはミッドフィールダー。初期の経歴ミューンヘンから40マイルほど離れた場所で、生まれた、ノイハウスは、地元のクラブ1860ミューンヘンで、ユースキャリアをスタートさせた。2016年のドイツユースリーグの準決勝。 ノイハウスは89分にセンターライン付近からシュートを決め、ボルシアドルトムントに2対1で勝利した。このゴールはドイツの放送局スポートスカウにより今月のゴールに選ばれた。ボルシアメンヒエングラートバッハ1860、ミュンヘンでのプロデビューしにブンデスリーガで印象的な活躍を見せた後、2017年6月30日、ボルシアメンヒエングラートバッハと 長期契約を結び移籍することが発表された。2017-18シーズンはそのまま、ホルトゥナ・デュッセルドルフに、レンタル移籍し、同クラブでは2部リーグ27試合に出場し6ゴール、3アシスト記録、チームのリーグタイトルを獲得と一部昇格に、貢献した。2019年11月19日、メンヒエングラートバッハは、 ノイハウスと2024年まで契約延長したことを発表した。この時点で、ノイハウスは50試合に出場し5ゴールと10アシストを記録していた。さらに、2018から19シーズンのブンデスリーガは2試合を除きすべて出場。2019から20シーズンは4試合を除きすべて出場し、マルコローゼ監督の下で重要な役割を果たしている。 2020-21シーズン2020年9月12日、DFB ポカール1回戦でオーバーノイラントを8、0で破ったが、この試合で、ノイハウスは2ゴールを決めている。年代別のドイツ代表に招集されている。フル代表には、2020年9月に UEFA、ネーションズリーグのスペイン戦とスイス戦のために初、招集された。 2020年10月7日のトルコとの親善試合で代表デビューし、その試合でゴールも決め、2021年、ユーロ2020に臨むメンバーに選出された。成績特典フォルツナデュッセルドルフ。ありがとうございます。